男子ゴルフ三井住友ビザ太平洋マスターズ最終日、大会最多4回目の優勝へ石川遼が見せました。首位と1打差2位スタートの石川、7番のティーショット、ピンそばおよそ10センチにつけるスーパーショットでバーディーを奪うと、続く8番、そして9番でもおよそ6メートルのパットを沈めるなど3連続バーディー。そして迎えた最終18番、ギャラリーも見守るウィニングパット。プロ17年目で大会最多4回目の優勝、さらに節目のツアー通算20勝目を挙げました。まあ、本当に幸せ者だなと思います。またこうコツコツと頑張っていって、さらに上に行けるように頑張っていきたいと思います。